おお、すげえ、うん、基本でかいっすね。でかい、わあ、おお、ダメダメ、いや、こう困るんですよ。だからどっちかわかんない。すげえ、いいサバ。うん、おー、これすごい、ダメです、すげえ。うちらも釣ります。はい、ね、もう駆逐します。すげえ。はい、調査員か。結構慣れてます？サクってるだけ？気をつけて。サクってる。お、お、え、マジで？サバ。サバジグで来る。これが例の、いや、でも餌付けだけど。はい。はい、イカでサバ釣りました。でかいぞ。すげえ。やった。素晴らしい。やったとか、イカで釣れた。イカで釣れる。いいな。これ浅い、浅いからか。あの、すごい。いいしべきがマジで、イエーイ。これは面白いかもしれない。中層、中層、中層、マジで。チョビさん来た？早っ。サバだ。お、チョビさんに来ました。サバです。お、結構なんかいい感じだね、これ。はい、走ってますね。もうちょっと誰か釣られて2匹とか。いや、マジで？ここで？いや、多分あげたったらもういないんじゃないですか、群れが。あー、まあまあまあの。まあ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 釣れてないですか。はい。サバです。サバ釣れました。今日何匹目ですか？結構浅いですね。これ1匹目？はい、僕さっき釣ったんで2匹目ですね。じゃああとは118ですか、目標達成まで。結構なんかこの危ういですね。なんか今日隊長から課題が出てました。目標120って。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ちっちゃい、ちっちゃいやつですね。知らない、釣れてるからやって。なんか楽しいわ。なんか楽しいですか、もう2匹目。だってまだ棚が合ってないのにさ、釣れる。これは結構上の方ですね。上の方ですか。下にしようと思ったら、はい、そのあのポールの段階で食べられたらしいと。お、結構じゃあ濃いっていうことで。濃いです。はい。じゃあ、あ、上の方なんだ。じゃあやってみよう。イカで釣ろう。お、フィッシュ。これはこれサバじゃないかな。おお、イエーイ。おお、さすが。はい、サバまたイカで釣りました。イエーイ、サバゲー。結構面白いですね、やわらかったら。違うあれ業者なんで。サバですか。何釣りました？でもガイア10、これはちょっと14センチじゃちょっとダメだね。14ですか。14だね、これ。大きい。大きい。ここで20だもん。うん、14ぐらい。うん、いや、可能性、え、キープ。すごいよ。ジジを呼んどいで。なるほど。今何て言ったんですか？ジジ。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 はい。逃げました。
ああ、下がった。一日違うと思った。待て、結果だな。また釣れました。はい、サバ。はい。釣ってる？はい、サバゲーしてます。サバゲー。結構横走るからね、面白いですね。何ジグヘッド？ジグヘッドに。はい、ジグヘッドない。坊主脱出かっこいい。これはいいです。ちょっと一応かっこいいです。これからあのこれからあー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 しないで。しないで。いや、これでみんな坊主はない。はい、梅さん、ガヤ釣りました。超遠近法で大きく撮ってください。はい、すげえ。ガヤ釣りました。おお。尺ガヤです。尺ガヤ。おお、すげえ。ゲラシ。ゲラシ、ゲラシ。今走りましたね。おお、それ結構いい。二歳ですか。おお、いいサバ。三匹目。ですね。一枚こ優勝。おお。いや、僕も三匹なんですけど。そうなんだ。はい。おお、一軒追い越し。ですね。はい、うちらしか釣ってないですね。そう。いや、釣ってましたよ。釣ってる気はない。エロいやつ。ん？違うね。ダバダバ。ああ、昔やってた。AM？ なんだっけ？ 11？ MTM？ 釣りました。僕ちょっとあの。サバ。隠蔽します。そうっすね。フラーでガヤ釣れました。ガヤ。いい。素敵。はい。サバ。これで4匹目？4匹目ね。あと116です。ね。120が結構そんな釣れたんですね。昨日。116です。ね。釣れるんだろう。これをもうスペレってこと？え？もっと。難しいんだよね。そんなに濃くない。そんなに濃くないなら安全パイに入れます。はい。はい。サバ釣りました。すごいです。ヒョンでかいですよね。サバ。おお。で、はい、チャッキングを抜きました。なんか4匹目、5匹目です。おー、
ラーと磯辺でハマってきました。はい、このパターンはね、僕一番好きです。今のやりとり、取れたかな。どうでしょう。渦巻いてる、渦巻いてる、サバになりますように。はい、来た。来た。来ちゃったわ。来ちゃった。あら。来ちゃったわ。巻き絵巻いたら、ガヤがすごい来てる。ちょさ、こっちでやったら迷ってる。いや、その中にちょっと下の方に多分で釣れますよ、きっと。はい、見えます？ほら、ここ下下下。あ、これサバじゃないよ。あ、イワシ。そうっすね。やる気だけは。お父さん、新しい魚種取ってきました。はい、なんか父さん、サバ釣ったの？何これ、ちっちゃいの？え、イワシっぽいな。イワシだな。はい、残念。でもちょっと大きいイワシ釣りました。イワシなんだ。違う魚釣れた。おお、さっきの私のガヤの3倍の長さありますね。はい、苫小牧の夜のサバ釣り、今日の釣果はこちらです。ドン、ドン。チョビさんが2、4、6サバで、で、ショウさんイワシ、唯一イワシで、僕が6匹のサバとソイ釣りました。で、場所はね、こちらでね、ね、昨日は120匹釣ったっていう人いるんですけど、うちらはすいません、タフでした。皆様よかったらね、もしかして回遊試合ではね、もって釣れると思うんで、皆さんもよかったら釣りに来てもらってはどうでしょうか。チャキさん、キレイのチャキでした。いや、そんなにない。あれはいい。すげえズームしてやるね。すげえズームしてやる、この野郎。いいよ、このサイズ。ちっちゃいの、こういうやつあんまり釣れなくていい。皆さん、動画を見てくれてありがとうございます。次回もよろしくお願いします。